JR 九州によりますと、今年9月に開業した西九州新幹線の3ヶ月間の利用者はおよそ61万9千人でした。去年の在来線特急の利用者数と比較して96% 増加していて、新型コロナ前の2018年と比べると 5% の増加となりました。指定席と自由席を合わせた3ヶ月間の平均乗車率は 34% です。2月、6月、12月が非常に鉄道にとってですね、少ない時期でありまして、この 105% を達成したというのはですね、順調ないい成績を収めているのではないかなというふうには思っています。古宮社長は新型コロナの感染が再び拡大していることについて懸念を示す一方で、自治体が行動制限を求めていないため、年末年始の帰省で多くの人に利用してもらいたいと述べました。